いや、助かるよ。そういう情報が回ってこなくてちょっと困ってたところだったからさ。あっそ、よかったじゃん。ああもう今日はもう寝る。また明日、さっきの手がかりをもとにキティの正体を追ってやるからな。まあほどほどにな。せっかくの記念祭なんだから引きこもってばかりいないで、デートでもしてきたらどうだ。 うるせえ、余計なお世話だっつーの。この弟系草食男子を装った食いまくりのリア充野郎が。意味不明だけど不当に抽象してるみたいだな。そういえばロイドさん、記念祭の初日にセシルさんとデートしてましたね。え？その後もノエルさんたち姉妹と両手に花で楽しく過ごしたとか。なるほど、経験者の言葉には重みがありますね。そのティオさん、何がおっしゃりたいんでしょう。いえ特に何も。